でしたね。ですね。男子 5000m 決勝タイムレースの1組目がスタートしました。選手を内側のレーンから紹介します。1番大友くん、同兄弟旭川。2番荒木くん、富士大学。3番鈴木くん、同兄弟岩見沢。4番手塚くん、札幌学院大学。5番池田くん、東北福祉大学。6番鈴木くん、秋田大学。7番門脇くん、東北福祉大学。8番大谷くん、岩手大学。9番斉藤くん、同兄弟札幌。10番平石くん、北海道大学。11番小野寺。男子 5000m 先頭を走っているのは6番鈴木くん、秋田大学。その後ろに13番古舘くん、富士大学。そして15番男子 5000m、 まもなく 1000m の通過です。1000m の通過が2分51秒、2分51第2局通路内側では十種競技のやり投げが行われております。続いての挑戦者は大原君、東北福祉大学。渡辺君、岩手大学。これ大会本部より落とし物の連絡です。先ほどもお伝えしました。
黒色の iPhone が大会本部に届いております。 1500m スタート付近に黒色の iPhone が落ちていました。心当たりのある方は大会本部まで取りに行ってください。プログラムは75ページをご覧ください。ただいま第1競技道路内側では女子棒高跳び決勝が行われております。